皆さんこんにちは。 YAB アナウンサーの田中徹です。今日は美祢市にあります別府弁天池にやってきております。いやー、ここから見ても青いですね。この綺麗なブルー、なんか神秘的な力を感じますね。で、私がなんでここに今日やってきているのかと言いますと、この4月からスタートした新番組アナがちょっとブラブラしてみましたという番組の第1回の撮影でやってきているんですね。これから我々アナウンサーが県内各地を巡っていろんな方とお会いしながら、ゆっくり、話を進めていく番組になっています。ぜひお会いした方は逃げずにですね、話をしていただければと思います。さて、私田中なんですけれども、実は雨男と言われておりまして、はい、今日もですね、雨です。第1回の撮影が雨っていうのが本当に気が重いんですけれども、雨にも負けず頑張ってブラブラしていきたいと思います。行ってきます。ここで水を汲むことができるんですね。こんにちは。あ、今水汲んでるんですか。はいはい、飲まれました。飲みました。どうでした。すごい滑らかで美味しかったです。本当ですか。はい、ちょっと僕も飲んでみましょうか。いただきます。おお、確かに本当にすっきり滑らかっていう感じ分かりますね。ちょっと柔らかい感じがありますね。あ、これが弁天池の水か。なんかパワー感じますね。雨止んでほしいな。雨止んでほしい。アナがちょっとブラブラしてみました。毎週土曜深夜0時5分放送です。せーの、見てください。